ガマリクラシックホテルは愛知県ガマ市の継承地竹島の対岸、海沿いの標高30メートルほどの高台に立つホテル。2017年に設立された日本クラシックホテルの会に加盟する9つのクラシックホテルのうちの一つである。ガマリクラシックホテル経済産業省が認定する近代化産業遺産の一つ。1912年創業の料理旅館。 上磐館の別館として、1934年に建てられた城郭風建築のホテル、釜堀ホテルである。鉄道省に設置された国際観光局が国際観光ホテル建設計画を発表した際に、全国から名乗りを上げた40の候補地の中から、横浜、雲仙、大津と共に選ばれた。現在もホテル本館以外にも敷地内に、 常磐館時代の建物が点在する。厚む美堂、梅別館、車両惜しくて、筒ジの名所としても知られ、ゴールデンウィークにはツ、筒ツジ祭りが開かれる。プリンスホテル時代には、フィギュアスケート選手、小塚隆彦の父である、小塚明彦が、支配人を務めていた。砂本文美子、近代日本の国際リゾート、 ABC ガマゴーリシシ本文編3近代編、民族編423ページ。ABCDEFGHIJKLMNOP ガマゴーリクラシックホテルの歴史。ガマゴーリクラシックホテル。2015年2月23日閲覧。AB ガマゴーリシシ本文編3近代編、民族編428ページ。ガマゴーリクラシックホテル。 w w w f a c e b o o k c o m 二千十九年三月二十四日閲覧。蒲郷立志本文編四現代編二十八ページ。蒲郷立志本文編四現代編三十二ページ。近代化産業遺産認定遺産リスト。経済産業省。二千十五年二月二十三日閲覧。蒲郷売プリンスホテルを売却へ。来年三月末。クレタけそに。 中日新聞。http://www.chunichi.co.jp:/as:/article:/2011121790002031 html カップ式会社 KTS アセットマネジメント記者発表資料選定結果愛知県がまご売り公式ホームページ www.city.gamagori.lg.jp2021 年2月1日閲覧 AB 釜マリクラシックカホテルアクセス釜マリクラシックカホテル2015年3月10日閲覧ありがとうございます